かかってきなさい。私の番ね。いいわよ、リン。お姉さんが受け止めてあげる。だから戻ってきなさい。きっ。私がバカだったみたい。だからね、リー、どうか泣かな。Thank you.
戦闘枠は左手か。君たちは先日来てるんだな。ええ、得意点を探しに。ふふん、教官よりもこの辺りは詳しくなっちゃったと思いますよ。いや、それはどうだろう。さてと。それじゃ慎重に町に向かおうか。まずは入り口の様子を確認しましょう。Thank you.
改めてエリオットの姉のフィオナ・クレイグよ。でも以前出会った子たちが話に聞いていた新7組だったなんてこれも女神の巡り合わせかしらね。わしを誰だと思っている。
せ、やめんか。もう退屈は嫌なんじゃ。Thank you.
だったら私が手伝わせてもらおうかしら。アルティナちゃん、風の噂で聞いてるよ。すごくいい声してるんだって。え、以上、黒ウサギと赤毛競争楽団でした。ご清聴ありがとうございました。ご歓談中失礼する。我らは猿お方の使いの者でな。先ほどの演奏感服させてもらった。ついてはぜひとも頼み申したいことがあるのだが。失礼します、公爵閣下。例の方々をお連れしました。おお、待っておったぞ。そなたらが噂の楽団の。それではごゆっくりと。何かあればおっしゃってください。
ま、待つがよい。クラウソラス。シャオンフィールド、展開完了。即興ですが、うまくいきましたね。これでしばらくは外に一切声は漏れませんよ。エリオット、ほどほどにね。間違いねえだろう。フィーから連絡があったら、帝都方面からあいつを探してたんだが、まさかあのでかい要塞にたどり着くとはな。ティータとコージは第4の監視下であくまで丁重に保護されているって話だ。そしてそれを鉄道関係者とバラットに口止めしなかったのはそういうことなんだろう。
肝が冷えたわね。こんなことで呼ばれたのは尺だけど、頑張りなさいあんたたち。